いやだって足が震えたいやん。だから見てて。でもね、あのうちの伝統だから、あったかいからずっと受け継いでる。変なとこで転ぶ。いやでもこの後ちゃんとサルコイ楽しんで、なんとか自分の力で飛んでいくの。寂しい。元を突きだね。元を余分のことしてないところだけど。あるそうで。かちょっと心配。他にもどこかに足りない。アクセルがだいぶ足りない。これちょっと狙いすぎちゃったかな。これはいい。試合の結果よりも、来るまでの3日間の練習、ものすごく充実してたから、これがそうだな、もう欲しいなっていう、自分の持ってきたか、日本戦これしたなっていう、素晴らしく。これがちょっと狙いすぎちゃう。一個ずつ一個ずつマイナス1点になってる。よく一個ずつ抜けました。普通に抜けた。だってもう足首開いてたもん。こうやってぐる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 。でもフィンランドで90出してるんだから、自分で自分自身を持って自分はやれると思って失敗したからこういうこと。山本さんの得点 68.16。 現在の順位は第12位です。28番高橋大輔さん。